ゲーテインスティトゥートビーラカモ川は、京都のカモ川沿いにある、ドイツの公的文化機関。ゲーテインスティトゥートは、ドイツの公的文化機関で、本部はミュンヘンにある。ゲーテインスティトゥートビーラカモ川では、ドイツの芸術家を招聘し、日本に3ヶ月間滞在しながら、創作活動を行う機会を提供している。招品アーティストは、公文により、建築、 造形美術、表現芸術、デザイン、文学、音楽、映画、文化批評の分野から選ばれる。レジデント女性には、渡航費補助、宿泊施設の用意、日本語オリエンテーション講座、滞在活動費の補助が含まれる。1963年、日独文化研究所の管内に開設され、現在地には1983年2転 ドイツ連邦共和国所有の新しい建物がオープンした。2010年から2011年の改装工事を経て、現在のアーティスト・イン・レジデンスとなった。新名称はゲーテ・インスティトゥート・ビーラ・カモ川となり、2011年10月26日、日独交流150周年を記念し、クリスティアンブルフドイツ連邦共和国大統領により、開所式が行われた。 類似のアーティスト・イン・レジデンスには、ローマ・ビラ・マッシも、ロサンゼルスのビラ・オーロラ、そして、フランスの歴史ある施設であるビラ・メディチがローマにある。京都には1992年に、フランスのアーティスト・イン・レジデンス、ビラ・球場山がオープンした。ありがとうございます。